こんにちは、池部楽器店ドラムステーション秋葉原店島本と申します。今日ご紹介させていただきますのは、マイネルのシンバルなんですが、完全にこう池部楽器店オリジナル、ドラムステーションオリジナルで制作していただいた、完全カスタムの、特注品のシンバルが入荷いたしましたので、そちらをご紹介させていただきたいと思います。マイネルの、バイザンスエクストラドライシリーズのトラッシュクラッシュというものを、制作させていただきました。どういったものになっているかといいますとですね、マイネルの、エクストラドライシリーズですね。こちら非常にこう乾いたサウンドで、今非常にこう人気のあるラインナップなんですけども、こちらですね、ベースになっているのがこちら、エクストラドライシンクラッシュですね。こちらをこうベースとして、そしてもう一つ、マイネルで今すごく人気のある、バイザンスヴィンテージのトラッシュクラッシュですね。その名の通りトラッシュなクラッシュなんですけども、あと重ねのシンバルとしても非常にこう定評のあるシンバルなんですが、こちらをベースにして、そしてこのトラッシュクラッシュと同じ、穴のパターンを開けて、エアホールを開けていただいたのが今回入荷した、エクストラドライトラッシュクラッシュとなっております。そうですね、サウンドとしてはですね、もうまさにこの2種類のシンバルの良さを両方とも合わせ持ったサウンドに仕上がってまして、エクストラドライ独自のこのローピッチかつ太く、そして一番の特徴の乾いたサウンドですね。嫌な高音域が全然なくて、カラッと乾いたドライなサウンドで、なおかつさらに穴が開いたことによって、非常にこう、乾いたトラッシュサウンドに仕上がっておりますね。そして通常このバイザンスヴィンテージの、トラッシュクラッシュよりもさらにローピッチに仕上がっていますので、こう太さも感じられますね。なのでこう、太さがありつつもよりダークで枯れたトラッシュサウンドに仕上がっております。こういった穴あきシンバル非常に流行してますが、それと同時にですね、これを使ったこうスタック重ねシンバルですね、重ねシンバルとしても非常に有効な、モデルに仕上がっています。でなのでこう1枚での単品での使用だけではなく、さまざまな応用が効くシンバルになってまして、もう組み合わせもほぼ無限大にあるんですが、今こちらにちょっといくつかパターンを、提示させていただいていまして、例えばですね、何かお手持ちのこう16インチのクラッシュシンバルをボトムにしてハイハットにしてみたりとか、非常にこうトラッシーな、ハイハットだけどオープンクローズができるという、面白いハットができたりとか、あとは、これ同じモデルのサイズ違いを単純に上から重ねてますけども、トラッシュクラッシュをこう同じ、モデルで2枚サイズ違いを重ねてみる、あるいはこちらですね、これボトムに、エクストラドライの、チャイナ18インチですね、こちらがいるんですけども、チャイナシンバルと、蓋をするようにして上からトラッシュクラッシュを重ねてみるとか、あとは、よく見かけるかもしれませんが、スプラッシュシンバルを上から重ねる、あるいはこれボトムに持ってきてももちろん違った音色にもなるんですけども、今あるのはこの新商品のデュエルスプラッシュ10インチですねと組み合わせてみるとか、もう様々なパターンでこう非常にこうサステンの短い、でありながら、やっぱりそのもうとにかく嫌な高音域のないカラッと乾いた、スタックサウンドが得られる、非常にこう汎用性の高いシンバルに仕上がっております。